目押し難易度激高なオリンピアの2作、ジョーカー&コブラ2編。懐かしの四国時代を当時のエピソードを交えて振り返る俺たちの四国記。今回もベテランライターのアニカツさんをプレゼンテーターにお迎えしお届けしたいと思います。アニカツさん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。今回も歴史に名を刻む、パスロ4号機、懐かしのパスロ4号機を、振り返ってみたいと思います。面白いと思ったら、チャンネル登録そして高評価ボタンをポチッとお願いいたします。皆様の、思い出エピソードなどもございましたらコメント欄の方に、どしどし書き込みください。早速ですが今回ははい、老舗名門メーカーオリンピアさんから、90年代半ばにリリースされた2作をまとめてご紹介したいと思います。まとめてということは何か共通する要素やテーマみたいなものがあるのでしょうか。はい、ズバリどちらのマシンも、目押し難易度が激高だったということでございます。目押し難易度が激高ですか。ひょっとしてゴリゴリの技術介入マシンだったりするんですか。いや、あのね、決してそういうわけではなくてですね、まあ単に絵柄が非常に見づらかったという意味なんですね。そういうことですか。でも大昔の0号機や1号機とかならともかく90年代半ばの4号機、しかも名門メーカーオリンピアのマシンで絵柄が見づらいとは一体どういうことなんでしょう。まあまあまあ、それについてはおいおいね、詳しく、ご説明させていただきますので。わかりました。それでは早速1機種目のマシンについてお願いします。はい、95年暮れにリリースされた、オリンピアさん同社のね、4号機第7弾になります。ジョーカーでございます。ブラックとレッドを基調にしたパネルデザインがシックでゴージャスですね。何をモチーフにしているんでしょうか。はい、機種名の通り、トランプの、まあ、ジョーカーババですねババ抜きのババですね。はい、ジョーカーですね。機種名の通り、こちらが、当時メーカーがリリースした、パンフレットですね。なんですけども、闇夜に浮かぶ満月、そしてね、それをバックに不敵なね、不敵というか不気味な、笑みを浮かべる、道化師が、描かれておりますね。絵柄についてもご覧の通り、キング、クイーン、そしてエースなどなどね、トランプにちなんだものが採用されております。ところでよく見るとリールが黒っぽいように思えるのですが、これは。お、気づきましたか。実はね、本作漆黒の闇夜をテーマとしておりまして、当時としては珍しいブラックリールを採用しているところが最大の特徴となっておりました。なるほど。ちなみにブラックリールを搭載したマシンは過去にもあったんですか。そうですね、1964年昭和39年ですね、東京オリンピックが開催された年なんですけども、パスロの遠い遠い祖先にあたる、オリンピアマシン、これはね、メーカーのオリンピアさんとは関係ございませんけども、オリンピアマシン、オリンピックにちなんでオリンピアマシンなんですけども、こちらね、まあ、見栄えの良さを狙ったのかね、ブラックリール、この時代はブラックリールが、ポピュラーでした。あとはですね、その後は、昇級車の、0号機アップライト型機なんですけども、こちらジュピターですね。僕これもう触ったことも見たこともないんですけども、はい、これぐらいですかね、私が持っている資料の中に出てくるブラックリール搭載機は。なので今回ご紹介するジョーカーは、近代パチスロでは初めてのブラックリール搭載機ということになります。各絵柄にはですね、ご覧の通り金箔の縁取りがされておりまして、非常にゴージャスに見えるんですけどね、
当時のオリンピアのマシン、オリンピアマシンではなくてややこしいなこれ、オリンピアのマシンはですね、あのリールバックライトが搭載されていなかったんですね。後ろから現在のこうあの絵柄が透き通るような、なので回転するとこの金箔の縁取りがギラ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 するばっかりで、ね、非常に絵柄を見分けるのが、難しかったと、まあ、そういうお話でございます。なるほど、そういうことだったんですね。では仕様やスペックについてお願いします。はい、まあ仕様はですね、あの4号機第3弾ビーチガール以降の流れを組む、まあ、オーソドックスかつスタンダードな、A タイプとなっております。スペックもね、あのジャジャ馬海岸娘の異名を取った、ビーチガールをそっくりそのまま踏襲した連チャン期待度の高いハイスペックとなっておりました。見るからに連チャン性が高そうなスペックですが、実際の挙動はいかがだったでしょうか。はい、こちらがですね、導入直後に、採取されたデータなんですけども、まさに看板に偽りなしといった感じで期待通りの高い連続性を見せてくれました。そんなゲームを彩るデメイン室はいかがだったでしょうか。はい、さっきのビーチガール以降、マニアも納得な、多種多彩なリーチ目が、オリンピアの、マシンの大きなセールスポイントになっていたんですが、本作では一転非常にファジーで曖昧なチャンス目が、主体となっておりました。基本的には、ボーナス絵柄が一直線に並ぶとチャンス到来となりましたが、当然のことながら、組み合わせと、停止した、ラインによって期待度は、ご覧の通り激変しました。ちなみにご覧のように、滑りが、条件で限りなく、鉄板となる激アツパターンや、あとですね、この中リールのキング、はい、こちらがね代用絵柄として、停止するパターンもございました。まあとにかく出目に関しては掃除で曖昧でつかみどころに乏しく、まあボーナス察知がねどうしても遅れがちになりました。まあそのあたりを、まあ、考慮してね、あのコインロスが発生しちゃうんで、まあそのあたりを考慮して、まあハイスペックになっていたんではないかと当時は、思われておりましたね。技術介入性についてはいかがだったでしょうか。はい、通常時は例によって高低2種類ある子役確率を、適面切り替えてベースを一定に保つ子役補正システムが搭載されておりまして、まあご覧の通りね、あの必要な子役名刺、さほど劇的な効果は見られませんでした。一方ビッグ中は、メイン子役が12枚なので、まあ、リプレイ外しを駆使すれば、ね、それなりに増えそうにも思えたんですけども、なぜかあの実戦では、平均11枚ちょっとのプラスという、まあ、あの微小な効果しか得られませんでした。まあ、今では御の字のね、あのゾンマイ数なんですけども、まあ、手順自体はさほど難易度は高くもなく、まあね、11枚でも増やせんだったらね、やった方がいいんじゃねみたいな感じだったんですけどもね、まあ、いかんせん先日の通りブラックリールゆえの視認性の悪さ、まあ、こちらがね、足を引っ張りまして、随分と、ね、手を焼かされました。はい、まあ、ジョーカーについてはこんなところですかね。ありがとうございます。それでは続いてのマシンをお願いします。はい、96年秋にリリースされた、オリンピアでは初となる、キャラクタータイアップ機コブラ2でございます。モチーフとなっているキャラクターについて教えてください。はい、これはですね、寺沢武一さん原作の、アニメ作品ですね。80年代初頭にあのテレビ放映されたほか、劇場版の映画作品もね、制作されておりまして、まあ、緻密な、描画で国内はもとより海外でも高い評価を、受けたそうでございます。すいません、僕あの原作はあんま詳しくないんで、まあ、あのどちらかといえばあの大人向けのアダルトなアニメだったんですけどね、まあ、そんなあのクールなコンテンツとタイアップした、本作最大の特徴がなんとジョーカーのブラックリールをさらに発展させたフィルム型リールでございます。フィルム型リールですか。はい、
ご覧の通りフィルムです。文字通りね、一本のリールを、まあ、映画とか、まあ、写真のね、あのフィルムに見立てて、まあ、絵柄21コマ分に分割して、物語に登場するキャラクターが、緻密に描かれておりました。これはすごいですね。当時は相当なインパクトだったんじゃないでしょうか。ですね、はい。なんてことやるんだって思いました。まあ、今見ても十二分にね、斬新に思えますね。当時はまだ液晶ディスプレイ搭載されておりませんでしたので、まあ、原作の世界観を、ね、突き詰めていくにはこういった、手段しかなかったんですが、とにかくボーナス絵柄ともかくとしてね、この子役絵柄、各絵柄のね、子役絵柄のこのキャラクター、これね、緻密に細かく描かれているがゆえに、まあ結果とにかく目押しがしづらかったという話でございます。なるほど、そういうことだったんですね。では仕様についてお願いします。はい、斬新なモチーフやデザインとは打って変わって、仕様は至ってオーソドックスな A タイプとなっておりました。スペックは、最高設定6を除いて、ビッグに、大きく偏った、確率配分が特徴で、さっきのジョーカーや、先発のオーシャンカップなんかと比較すると、ビッグに重きを置いた、荒波仕様であることがうかがえます。ゲームを彩るデメイン室はいかがだったでしょうか。先日の通りですね、先発のジョーカーは、ファジーで曖昧な、チャンス目が、主体だったんですけども、本作では再び路線変更しました。フィルム型リールの斬新な、ビジュアルを生かすためか、明快な鉄板リーチ目が、主体となっておりました。基本的に、ボーナス絵柄が、左リール上下段にある場合は、右リールの対角で挟めば、チャンス到来、左リール中段にボーナス絵柄が停止した場合は、一直線になればほぼほぼリーチ目となりました。もちろん停止形によって期待度は様々ですが、左リールの上下に赤7と、黄色いコブラですねが同時に停止する形からの挟み目は、まあほぼほぼ、鉄板、期待度激高。また左リール上下段に、白コブラ、これレギュラー絵柄ですねがある場合は、右リールで赤7か白コブラが挟めば鉄板となりました。まあこれほぼほぼレギュラーでしたけどもね。はい、一方左中順押しでね、ビッグ絵柄と子役が同時に転配した場合は、いずれも子役外れ目、そして左リール中段チェリー付き黄色コブラからの左中テンパイや、左右ハサミ目はいずれも2リール確定となりました。またまた、左リール赤7子役、黄色コブラからの、上段赤7テンパイも2リール確定。このパターンを含め中リール上段にビッグ絵柄が停止していればチャンスという法則が、ございました。デメに関してはこんなとこですかね。はい、なるほど、確かに明快かつインパクト抜群なパターンばかりですね。では続いて攻略要素についてお願いします。まず通常時の子役狙いについてはですね、子役補正機能の効きが万全ではなかったようで、ご覧の通り、実戦上なんですけども1000あたりプラス 1.5 ゲームというまずまずな効果が、確認されております。一方ビッグ中のリプレイ外し、こちらですはね、実戦上なんですけどもご覧の通りなんとプラス23枚強とかなりの効果が確認されております。子役を取る場合も、左リールでボーナスインを外す場合もコマ数に、余裕がありましたので手順自体はさほど難しくはなかったんですけども実際の目押し難易度は緻密に描かれたフィルム型リールのため絵柄の狙い分けが非常に困難だったんですよね。その通りでございます。ただでさえ狙い分けが、ね、しづらいのにビッグ中はなんと、ね、演出としてご覧の通り枠内がね真っ赤に染まります。これがもう大変な癖者でしてね、
まあ、通常時なら、色鮮やかで、まあ、比較的視認性も高い、赤なら、そして黄色いコブラもね、赤い照明に照らされちゃうと、特にもう赤ならもう完全に溶けちゃうんですね、はい、照明に。だ直視ができる上級者の方ならともかく、色を基準になんとなくタイミングを推しできる人にとってはね、もう非常にもう厄介極まりなかったんですよね。ともかく2作ともモチーフやテーマに沿ってデザイン性を追求してしまったがために絵柄の視認性が犠牲になってしまったわけですが、アニカさん個人としての視感や評価はいかがですか？そうですね、私自身も、これら2作の目押しには随分と手を焼かされましたが、それも含めてね、まあ、これも個性、はい、まあ、先進性というかオリンピアさんの当時の意気込みをすごく感じましたね。プラスとして考えてました。はい、スペックや出玉特性で見ると僕はジョーカーの方が好きでしたね。まあ、さっき述べた通り、連チャン性も高く波も荒くて、まあ、ビーチガールみたくジャジャウマな感じが僕は好きでした。はい、ただね、やっぱ曖昧なチャンス目はね、好きにはなれなかったですね。はい、デメについてはやっぱり後者の、コブラ2、こちらの方が明快でインパクトがあって断然好みではありました。ね、主人公のコブラが劇中で使うこの手をカパッてやるとこうサイコガンっていうのが出てくるんですけど、その発射音をね、申したね、テンパイ音が鳴るんですよ、グボッとか言ってこれがね、またなんか癖になってね、はい、気持ちよくて好きでした。まあ、とにかくどちらの機種も、まあ、モチーフやデザインは最高にね、クールでかっこよかったのですよ。やっぱりオリンピアのマシンはこうあってほしいものですね。はい、今もそうです。はい、ありがとうございました。そんなわけで今回の俺たちの4号機は名門老舗メーカーオリンピアから90年代半ばにリリースされた目押し難易度の高いマシン2作ジョーカーとコブラ2をまとめてご紹介しました。今回も、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回の俺たちの4号機もお楽しみに。さよなら。パチパカ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。